歳の時にご病気で入院されたっていうその病気は何だったか聞いてもいいですか？あ、いいです。結構私何でもオープンなんで、はい、20歳にして、はい、なんと卵巣脳腫で卵巣1個摘出しました。ねえ、踊ってほら当時レオタードよ、レオタード、レオタードなのにお腹が出てるのよ。あー、こうもこってしたの、うん、なんかね、水ポチャンポチャンって感じで、これは何とか思ってたんだけど、はい、ある日痛くなっちゃって、はい、で赤十字かに友達と一緒に遊びに行ってて、お腹痛いっつって赤十字行って、そこで検査したら水が溜まってるってことが分かって、でもトン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 ともう手術摘出になっちゃって、二十歳の時にそれを取るってめちゃくちゃ怖かったですよね多分。うん、でももともと楽天的だから、あら2個あるから、あ、そうか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 、1個なくてもどうにかなる、大丈夫だよってお医者さんに言ってもらえたから、まあ結構すぐ信じる方なので先生が言ってくれるならきっと大丈夫だと思って、明るい子でよかったよ、うん、そう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 、本当もう心配になっちゃうよ、そんな友達に当時いたらのが、ね、そういうことがあったからこそ、まあその後になっちゃうけど、はい、ね、いろんな人いるし、いろんな悩み聞くけど、だから大丈夫だよって言ってあげられるのかなと思うから、それももう自分の一生の中できっといい経験だったんだろうと思う。説得力のある経験を1個病気を乗り越えてっていうところですけれども、うん、手術したことないですね、やっぱその出産はあるけども、うんうん、手術っていう経験は私はないので、そうね、この手術を1回したっていうタイミングの時はやっぱりダンスがその時期できないですよね、実際問題。そうなの、うん、そのダンスができなくなっちゃったっていう時のその気持ちのモチベーションっていうのはどうだったんですか、その時期。それはね、さすがにだだ下がり、それだけだって一気に2年間でのめり込んで、うん、そうでしょ、そう、その時にね、いろいろ、うん、経験積んだから、あのスタッフさんとかにね声かけていただいて、ちょい役だけどもうオーディション受けないで、もうそれこそコマ劇場年末年始コマ劇場のミュージカルとかにお声かけいただいてた、なんだけど、それもちょっとした今回ごめんなさい出れませんの一言でもう一切関係が切れちゃう。うわぁ、うん、厳しい世界、うん、ねえ、当時は特にそうでしょうね、なんかね、人とのコミュニケーションをこうネットでやってる時代ではないから、そうスマホないもん、LINE ないしいやー、うん、そういうね流れがあって、就職にこっからそうね、就職されたということで、うん、就職した先がなんかレコード会社だ、そう、某大手レコード会社だったのね。そんななんですか。あ、でも音楽のそういう携われる会社を選んだんですね。うん、うん、そうね一番の理由は、あの学校通ってた駅に、はい、同じ駅にそのビル見えてたから、あ、そうなんだ、そこに案内書もらいに行ってで、まあ、そんなこと言うと怒られちゃうけどね、会社にね。すごいいい環境ですね、これ、うん、東京あるあるなんですか、これは素敵、大阪はあれよ、やっぱ吉本の芸人さんのそういうな、うん、事務所はありますよそんなおしゃれなレコード会社とか聞いたことないわいいですね、おしゃれですね、うん、そこに入って、あら、そこに就職したものの事務作業とかそういうものばかりじゃなく、うん、ダンス&ボーカルグループに社外で入り、パーティーや各地イベントで活動するとか言うんですか何してんだろうね、アーティスト活動してたんですか、じゃあ。ねえ、ダンスボーカルグループって書いてるよ、うん、あれまた踊っとるやないか、ねえ懲りずに何これ なんかやっぱり昔のやっぱその踊り友達とかに声かけていただいてちょっと人足りないんだけどって言われて、もう口パクでいいから今だから言っちゃうけど、あんた口パクでもいいから、とにかく踊ってみたいになって、でなんか石内スキー場オープニングとか、なんかシェラトンホテルで企業パーティーとか、楽しそう、なんかいろんなとこ行く、
行けるってこと？そうそうそう、いろんなところ行って。しかも野外とかでイベント会場とかって華やかじゃないですか。うんうんうん、素敵。楽しかった。またじゃあ踊る機会を得てというか、友達か、うん、お友達が誘っていただいて、うん、まあ、でも楽しそうなイメージですけどね、今のところ20代これ。そうね、ね、もうから病気からのあれみたいな。そう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 。すごい楽しそうな会社での経験ですけれども、うん、20代後半、うん、28歳で、あ、ここで来ましたね、はい、エアロビクス来ました、はい、インストラクター養成コースに入る、現在につながるエアロビクス、はい、お姉さんの勧めだったんですか？そうなんですよ、急に言われたのね。急に姉は覚えてないんだけど、なんで飲んだろう。多分将来のことを考えて、エアロビクスの資格取りなさいって言われたんだけど、まあ、自分はダンスがずっと好きだったから、でもエアロビクスってダンスと違うやんと思って。なんか分かります、うん、違いはちょっとね感じますよね、うん、でもまあ素直なんでまあ言われたから行ってみようかなと思って。まあね、何しても楽しそうじゃんまあ確かにエアロビクスってすっごいはつらつと元気に笑顔ではいってやってる楽しそうなイメージは、明るいイメージがあります。確かに、うんうん、アクロバティックな動きもあったりとか、うん、ガチのやつはあれはね、でもね、競技エアロビクスだから本当に競技のための人たちなんだけど、逆にレッスンでのエアロビクスって、はい、やっちゃいけない動きっていうのがすごくいっぱいあるから、はいはい、競技エアロビクスみたいにバーンって足上げたりしたら、はい、それはドンツですまた、そっか、もちろん別なんだ、うん、そういう競技用みたいなのがあるんだ、うん、なるほどなるほど、一般の方に向けても教えれるような資格を取ったってことですね。そうです。あ、なるほどなるほど。以前もね、もちろんお子様がねいらっしゃるんですけれども、今お二人ですよね。はい、そうです。で、はい、ご長男が23歳になられて、うん、娘さんですね、2人目が娘さんなんですけれども、はい、が20歳です。二十歳になられた。そう、私もレッスン帰ってた時に娘さんお会いしたことあるんですけど、その時ね、高校生で。あ、そうでしたね。そうですよね、可愛らしい、なんか女の子が来てる、そのママがね、やっぱりいっぱい来るんで、あれ、なんか女の子おると思ったら、娘みたいな、娘かと思って。そうか、二十歳になられて、そうなんですね。出産したのが33歳。ね、うん、30代前半でお兄ちゃんを、ね、うん、出産されて、うん、でこちらにも書いてるのが、その第一子ですよね、男の子、うん、お兄ちゃんが、風邪ばかりで、男の子ってでも熱すぐ出すとか、そうそうそう、風邪ひきやすいとかって結構聞きますよね、男の子ってね、うん、で会社を休むことが多くなり、思い切って退職したんですか退職してるあれあのサムソンのパーティーみたいなダンス&ボーカルグループイエイから、え、退職したんですか？そうそうそう、ここで育児に入るんだ、うん、でもね、そう、なんていうの、こう家でずっと電話して営業してるの、クライアントさんに。それもどうだろうって、会社にも迷惑だしなと思ってその息子を妊娠してる時にマタニティビクスやってこのマタニティビクスとの出会いも自分のその妊娠の経験からこうやり始めたと。そうです、うん、一人目育児にですね奮闘する中いよいよ来ました、はい、社団法人日本マタニティフィットネス協会にてマタニティビクスの資格を取得されました、うんうん、はい、おー風邪ばかり引いていた体の弱かったもう23歳になってます、はい、ご長男のおかげ回りというかね